はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のどんな色が好きのファミリーコンサートバージョンについてですね。この歌は作田修お兄さんが作られていますよ。ファミリーコンサートバージョンということで、背景がどんな色が好きと言って答えた色にどんどん背景が変わっていくところが特徴的ですよね。大きい振り付けとかがないのがこの歌なのですが、こういうふうにファミリーコンサートならではの色をつけたりするのは、とても子どもたちには喜ばれていると思いますよ。はい、今日はお母さんと一緒のどんな色が好きのファミリーコンサートバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。